視聴者参加型っていうのを始めたんですよね。そこで一番最初に来てくれた視聴者さんが、オンリーだったんだよね。うん、当時はですね、マイクラの視聴者参加型も視聴者さん一切喋らなかったんですよね。声出しなしで、やっていて、で当時オンリーも僕も声聞いたことなかった視聴者参加でめちゃくちゃやってたんだけど、僕ですら声多分聞いてなかったね。裏でもね、喋るとかなかったんですよね。当時フォートナイトがね、もうめちゃくちゃ流行ってたんだよね。重い腰を上げてですね、フォートナイトやるぞと、じゃあちょっと実況してみるかということで、やり始めたんだけど、はじめオラフ君喋り、ドズボン喋り、オンリー喋らずでやってたんだよね、確かだったんだけど、まあ、なんかその4人のうち1人だけ喋らないってちょっとなんか変だなっていうかね、ちょっとそのなんかオンリーにも悪いなみたいなのがあって、オンリーそろそろ喋ればみたいな、うん、オンリーもそろそろ喋ればいいじゃんみたいな感じで、うん、じゃあ喋りますみたいな感じで、喋り始めて、初実況がだからフォートナイトだよね、オンリーは。うん、初声出しが、まあ、オンリーをフォートナイトのゲーム実況で、一緒に喋り始めて、一緒に実況し始めて、っていうところを考えると、まあ、確かに今考えると面白いよね。大原くんとは前から喋ってたけど、オンリーとは、まあ、そこで初めて会話をすると。当時なんで一緒に活動したか、したいかって思ったかみたいなところも話すとですね、だってオンリーはですね、例えばその今でも覚えてるのが、視聴者参加型やっててもですね、そのちゃんと動画のこうクオリティが上がるように、なんかその例えば撮影してるところがドズボンの周りが暗かったら松明を置いて明るくしてくれたりだとか、あとその動画をより良くするためになんか提案してくれたりだとか、まあ、なんかその縁の下の力持ちじゃないけど、なんかそこら辺がすごい気が利くなみたいなところがあってですね、なんかそのでやっぱこう一緒にやってると、あ、この子いい子なんだろうなみたいな、すごい、まあ、そこはもう間違いなかったんですけど、結果から言うとですね、なんかその動画を撮影してて会話をしてないんだけど、あ、この子すごいいい子なんだなみたいなところが、まあ、感じれる部分がたくさんあって、気配りとか、そのなんだろうな、裏でこう、まあ、やり取りしてる中で、こう例えば参加型もたくさんいろんな人が参加してくれて、いろんなキャラの人たちがいるんだけど、まあ、そういう中でもちゃんと動画が面白くなるような、まあ、ボケを用意してくれたりだとか、まあ、なんか そういうところもしっかりやってて、あ、なんかいいなみたいな、うん、みたいなところですかね。うん、こうなんかいい子とか素直とかももちろんそうなんだけど、そのちゃんと撮れ高も意識して、隊長会の時があったんですけど、オンリー隊長って言われた会があったんですけど、隊長会まではね、結構後ろの方でちょっとその地味だけど縁の下の力持ちみたいなキャラだったんだけど、そのシリーズではですね、ドズボンが死んでしまって仕切れる人がいなくなったんですよね。で仕切れる人がいなくなって、あ、ちょっとこれやばいかもってなった時に、そのオンリーがパッとこうなんか引っ張ってくれて、みんなをで、オンリー隊長だって言ったら、そのなんか隊長っぽい動きもですね、僕たちがオンリー隊長だとかいじってたら、そのオンリーが隊長っぽい動きでですね、キビキビとみんなをまとめ始めて、あ、なんかその新しいオンリーのキャラクターが出てきてですね、なんかそういうところの一面も見えて、なんか、あ、なんかすげえなみたいな、うん、そうチャットとかでね、うん、で初めはオンリーオラクメン3人誘ったんだけど、オラクンとメンからは1回断られたんだよ振られちゃって僕は、うん、で、まあ、オンリーと一緒に活動し始めることになって、だから初めはドズボンオンリーの3人だったんだよね、うん、3人で活動し始めて、特にその時はRTA、マイクラ RTA みたいなのをオンリーと一緒にやろうかみたいなことで話して、やりましたね。だからオンリーは当時はね、今でも覚えてるんだけど、いや僕でもフォートナイトの方が上手いですよとか言ってたんだよね。マイクラそんなに得意じゃなくて、フォートナイトの方が自信ありますみたいな。で一緒にいろいろ悩んだんだよね。そう、フォートナイトでみんなで
行くか、そのマイクラで行くかみたいなところ悩んだんだけど、やっぱでもマイクラの方がその僕たちの良さが生きそうだなっていうのと、まあ、ゲーム的に自由度が高そうだなみたいなところがあって、やっぱじゃあマイクラでちゃんとやっていこうみたいなところで、オンリーにはじゃあちょっと RTA やるかみたいなそう。で、そこでオンリーは分かりましたって言って、すごい努力してくれて、まあ、実際日本一取ってくれたりね、して、まあ、マイクラ、実際上手くなったと、ね、いうところで、もそこはもう本当にオンリーの努力のおかげっていう感じですよね。うん。